皆さんこんにちは、ジャパンサイファイのレッドです。今日解説考察するのはシードフリーダムに登場するデュエルブリッツとライトニングバスター。今回は本編や過去作、さらには各種書籍を組み合わせてデュエルブリッツとライトニングバスターを徹底解説していきます。この動画ではシードフリーダム本編のネタバレを多く含みますので、まだ見ていない方は必ず見てから戻ってきてくださいね。今回はこの2機の武装やスペック、めちゃくちゃ関係しているであろう過去作のとある2名のキャラや開発経緯なども一緒に解説考察していきます。それでは早速参りましょう。はじめにデュエルブリッツガンダムから解説します。まずはデュエルブリッツの名前や型式番号、公式パンフレットにはデュエルガンダムを秘密裏に回収しと解説されているので、デュエルブリッツの原型機はデュエルガンダムです。さらに名前や形状からわかる通り、デュエルブリッツは GATX シリーズのデュエルとブリッツガンダムを組み合わせたモビルスーツなのは明らかでしょう。そしてこのデュエルブリッツに登場するのはコズミックイラ世界のツンデレキャラ代表のイザーク・ジュール。さて普通ならシードに登場していたデュエルを改造すればいいだけでしょうが、今作に登場するデュエルにはブリッツの名前が追加されています。これはなぜでしょうか？もうシードシリーズを見続けているファンの皆さんならお分かりだと思いますが、イザークはシードに登場するブリッツのパイロットニコル・アマルフィを忘れないという思いがあったためだと考えられます。これはシード第28話でニコルが戦死したことに泣くイザークが、なぜあいつが死ななきゃならない、こんなところでというセリフや、シードディスティニー第11話でアスランと一緒にイザークがニコルの墓参りに同行していたことからも明らかですね。さらにニコルに対するイザークの思いは型式番号にも現れています。デュエルブリッツの型式番号は設定集から ZGMF1027M だと判明しています。ここで原型機を見るとデュエルの型式番号は GATX102、 ブリッツの型式番号は GATX207。 ここからデュエルブリッツの型式番号の1027はデュエルの102とブリッツの207を組み合わせた数字なのは明白でしょう。さすがはイザーク、今作でファンが増えるのは間違いないですね。さて型式番号の頭文字である ZGMF はゼログラビティマニューバーファイター、日本語訳は無重力下陽機動戦闘機の略称。そのためデュエルブリッツはザフト製だと言えるでしょう。それではデュエルブリッツの型式番号の最後についている M はどういう意味でしょうか？ここで過去作を振り返ると、型式番号 ZGMF1017M の人肺マニューバが登場しています。私が調べた限り、人肺マニューバの M の意味は明らかになっていないのですが、マニューバから攻撃的なという意味に捉えることが可能なので、もしかすると攻撃力をアップさせた回収機だという意味合いなのかもしれませんね。あるいはブリッツのお箱であるミラージュコロイドステルスの頭文字の可能性も、もしご存知の方がいればコメント欄で教えてくださいね。お次に解説するのはデュエルブリッツの武装。公式パンフレットには従来のデュエルの武装に加えてブリッツガンダムを彷彿とさせる武装も持つと書かれているので、デュエルブリッツにはデュエルやブリッツの武装が組み合わさって装備されていると推測できます。さらに設定集を見るとデュエルブリッツの武装はビームサーベル、ランサーダーとグレープニール、ビームライフルと書かれています。さらにイラストをよく見るとデュエルブリッツの頭部には機関砲も搭載されているようです。このことからデュエルブリッツには頭部の機関砲、ビームサーベル、ランサーダーとグレープニール、ビームライフルが搭載されていると推測できますね。ここで原型機のデュエルとブリッツの武装を見ていきましょう。まずデュエルの武装は頭部の機関砲、グレネードランチャーを一発のみ装備をしたビームライフル、電磁式バズーカであるレールバズーカ、ゲイボルグ、ビームサーベル、対ビームシールド。一方でブリッツの武装は特殊装備、ミラージュコロイドステルス、右腕の高純システムトリケロス、カッコ、ビームライフル、ビームサーベル、三連装超高速運動体貫徹弾、ランサーダーと左腕の優先式ロケットアンカーのピアサーロック、グレープニール。ここからデュエルブリッツにはブリッツの特徴的な武装であるランサーダートやグレープニールが装備されていることがわかります。そのためデュエルブリッツの武装はどちらかというとデュエルよりもブリッツ寄りだと言えるかもしれません。ニコルに対するツンデレキャラ代表のイザークの思いがここでも現れていると見て取れそうです。
余談ですが、本編のデュエルブリッツはランサーダートでジャガンナートが乗るナスカ級を破壊していました。ここで過去作を振り返ると、シード第6話のブリッツがランサーダートを発射するシーンとアングルが似ています。もしかすると本編でデュエルブリッツがランサーダートを発射するシーンはシードのシーンをオマージュしているのかもしれませんね。続いて解説するのはデュエルブリッツの防御性能。そもそも原型機のデュエルやブリッツには PS 走行が採用されていました。ではデュエルブリッツにも PS 走行が採用されているのでしょうか。結論から言うと、デュエルブリッツには VPS 走行が採用されています。なぜなら、トレーディングカードゲーム、バトルスピリッツのデュエルブリッツのカードに VPS 走行と明記されているからですね。気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。お次に解説するのは、デュエルブリッツの動力源。本編では、デュエルブリッツの動力源について、イザークがこのように語っています。核動力に換装されているとはいえ、よくもまあ、こんな古い機体を取っておいたものだ。ここから、デュエルブリッツの動力源は、核動力だと断言できます。また、デュエルブリッツの動力源が核なので、デュエルブリッツには、ニュートロンジャマーキャンセラーが搭載されていると見るのが自然でしょう。さらに、デュエルブリッツには、ブリッツのお箱である、ミラージュコロイドステルスを装備している可能性もあり得るので、N ダガー N のように、ミラージュコロイドステルスの活動時間に、実質制限がないかもしれませんね。余談ですが、ここでニュートロンジャマーキャンセラーといえば、モビルスーツや兵器へのニュートロンジャマーキャンセラー搭載を禁止した、ユニウス条約が思い浮かびますが、今作では、思いっきりデュエルブリッツにニュートロンジャマーキャンセラーを搭載しています。もちろん今作はシードディスティニー後の世界なので輸入条約の効力は疑わしいのですが、おそらく各国の間で何らかの平和条約は結ばれているでしょう。そのため輸入条約と同じく平和条約の中にモビルスーツや兵器などへニュートロンジャマーキャンセラー搭載を禁止した条項が入っている可能性がありえそうです。まあ、ユーラシア連邦から発射された核ミサイルからほぼ効力をなしていなさそうですが、続いて解説するのは、デュエルブリッツのコクピット。本編では、イザークと共に出撃したディアッカが、このようなセリフを語っています。俺は気に入っているけどな。ザクのコントロール系は使いやすい。また、公式パンフレットには、コクピットは、ザクオーリアと同じものに変更されている、と解説されています。このため、元々の GATX シリーズのコクピットから、ニューミレニアムシリーズのザクオーリアのコクピットへ換装されていることがわかります。お次に解説するのは、ミーティアとの連携。そもそも、ミーティアとは、ZGMFX 用アームドモジュールで、モビルスーツ埋め込み、指揮戦術強襲機の略称。また、ミーティアは、全長 99.46 メートル、カッコモビルスーツ接続時、全幅 60.12 メートル、カッコモビルスーツ接続時、重量 552.42 トン、カッコ本ユニットのみ、めちゃくちゃでかいですね。このミーティアと核駆動モビルスーツが合体することで圧倒的な火力で敵を殲滅することが可能になります。そのため本作では核駆動モビルスーツのデュエルブリッツとライトニングバスターがミーティアと合体して大活躍を繰り広げていました。また本編ではデュエルブリッツはミーティア07号機を使用していました。さて、過去作を振り返ると、ミーティアは複数機確認されていますが、今作では07号機と08号機が登場します。この07号機と08号機は、シードディスティニーで登場したミーティアで、ストライクフリーダムが07号機、インフィニットジャスティスが08号機を使用していました。当時、シードシリーズを見ていたファンには、たまらない設定ですよね。最後に解説するのは、デュエルブリッツとブルデュエルの関係性。結論から言うと、デュエルブリッツとブルデュエルには直接的な関係がないと推測できそうです。そもそも、ブルデュエルとは、ファントムペインの妖精で、アクタイオンインダストリー社によって開発された GATX-102 のカスタム機のこと。また、ブルデュエルは、アクタイオンプロジェクトで開発された機体です。そのため、元々の原型機が同じなので、デュエルブリッツとブルデュエルの形や色合いは似ています。ただし、ブルデュエルの型式番号は GATX-1022 とあるように、ザフト製ではなく地球連合製。一方で、デュエルブリッツは型式番号からザフト製だとわかるので、デュエルブリッツとブルデュエルは異なる機体だと考えられそうです。しかしですね、これは完全な予想ですが、
シードディスティニー後の戦後のいざこざで、ブルデュエルのデータが流出し、ザフトがデュエルブリッツを開発するときに参考にした可能性は、なきにしもあらずでしょう。今後、裏設定として、デュエルブリッツとブルデュエルの関係性が明らかになるかもしれませんね。ここまでデュエルブリッツを解説しましたが、続いては、ライトニングバスターの解説をします。まずは、ライトニングバスターの名前や、型式番号。公式パンフレットには、バスターガンダムを秘密裏に回収しと解説されているので、ライトニングバスターは GATX シリーズのバスターガンダムが原型機なのは明らかです。そして、このライトニングバスターに登場するのは、イザークの相棒、ディアッカ・エルスマン、コズミック・イラ世界でも、随一のツンデレキャラである、イザークの相棒は、もはやディアッカしか考えられないですよね。さて、ライトニングバスターの型式番号は、設定集から ZGMF103HD だと判明しています。元々の原型機である、バスターの型式番号が GATX103 なので、ライトニングバスターの型式番号にある103は、バスターの型式番号が由来なのは、ほぼ確定でしょう。そして、型式番号の頭文字 ZGMF から、ライトニングバスターもザフト製のはず。さて、ここで一つの疑問として、なぜライトニングという名前が付けられているのでしょうか？もしかすると、ライトニングストライカーを思い浮かべた方もいらっしゃるかもしれません。しかしですね、形や色合い、武装などから考えると、ライトニングストライカーとバスターにはあまり深い関係性がなさそうです。さらに、デュエルブリッツには、イザークのニコルへの強い思いが込められているので、ディアッカがライトニングストライカーへ強い思いがあるとはあまり想像できないですよね。結論から言うと、実はシードに登場したトール・ケーニヒから名付けられた可能性が高いです。詳しく見ていきましょう。そもそもライトニングの意味を調べると稲妻です。そしてその稲妻を武器とするのは雷の神にして北欧神話最強の先人トール。ここで過去作を振り返るとトールという名前を持ったキャラクターが一人登場しています。そのキャラクターこそがトール・ケーニヒ。そもそもトールとはキラの友人で、シード第28話にイージスにコクピットを破壊され戦死しました。そしてシード第37話ではディアッカがミリアリアへ、トールってやつ殺したのあいつと伝えると、ミリアリアがだから何、あんた聞いてなかったの、キラの言ったこと、あの人を殺すとトールが帰ってくるの違うでしょう、だったらそんなこと言わないでと訴えていました。このシーンではディアッカがミリアリアのセリフに衝撃を受けていましたね。このことからディアッカにとって敵だったトールへ強い思いを持ち続け、バスターの回収機にライトニングという名前を付けた可能性があります。ディアッカやっぱりめちゃくちゃいいやつです。余談ですが、私が調べた限りではライトニングバスターの型式番号にある HD は不明のままでした。もし何らかの情報をご存知の方がいればコメント欄で教えてくださいね。お次に解説するのはライトニングバスターの武装。公式パンフレットにはバスターと同じくミサイル、ビームキャノン、ビームガンと遠距離の武装が充実していると書かれているので、ライトニングバスターにはバスターと同じような特徴を持つ武器が装備されていることが推測できます。さらに設定集を見るとライトニングバスターの武装はミサイルポット、ビームガン、ビームキャノンと書かれています。このことからライトニングバスターにはミサイルポット、ビームガン、ビームキャノンが搭載されていると推測できます。ここで原型機のバスターの武装を見ていきましょう。バスターの武装は6連装ミサイルポット、 350mm ガンランチャー、高エネルギー収束火線ライフル、特にガンランチャーとライフルを連結させると対装甲散弾砲や超高インパルス超射程狙撃ライフルとして攻撃することが可能です。このことからバスターの武装をアップデートしたものがライトニングバスターへ装備されていると見て取れそうですね。続いて解説するのはライトニングバスターの防御性能。結論から言うと、デュエルブリッツと同じくライトニングバスターには VPS 装甲が採用されています。なぜならトレーディングカードゲームバトルスピリッツのライトニングバスターのカードに VPS 装甲と明記されているからですね。デュエルブリッツと同じようにライトニングバスターのカードが気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。お次に解説するのはライトニングバスターの動力源。公式パンフレットにはデュエルブリッツと同じくライトニングバスターは核動力に換装した機体と書かれています。ここからライトニングバスターの動力源は核動力だとわかります。
そしてライトニングバスターにもニュートロンジャマーキャンセラーが搭載されているはず。ザフトはニュートロンジャマーキャンセラーを搭載したデュエルブリッツやライトニングバスターといった機体を開発しているので、他国から非難を浴びていないか心配になりますね。続いて解説するのはライトニングバスターのコクピット。先ほども解説した通り、デュエルブリッツとライトニングバスターのコクピットはザクウォーリアと同じもの。そのためライトニングバスターも元々の GATX シリーズのコクピットからニューミレニアムシリーズのザクウォーリアのコクピットへ換装されていることがわかります。お次に解説するのはミーティアとの連携。デュエルブリッツと同じくライトニングバスターも核駆動モビルスーツなので、ミーティアと合体して圧倒的な力を見せつけていました。また本編ではライトニングバスターがミーティア08号機を使用していましたね。最後に解説するのはライトニングバスターとベルデバスターの関係性。結論から言うと、ライトニングバスターとベルデバスターにも直接的な関係がないと推測できそうです。そもそもベルデバスターはアクタイオンプロジェクトで開発された GATX-103 バスターのカスタム機。そのため元々の原型機が同じなので、ライトニングバスターとベルデバスターの形や色合いは似ています。ただしベルデバスターの型式番号は GATX-103AP とあるように、ザフト製ではなく地球連合製。一方でライトニングバスターは型式番号からザフト製だとわかるので、ライトニングバスターとベルデバスターも異なる機体だと考えられそうです。ここまでデュエルブリッツとライトニングバスターのスペックなどを解説考察しました。ここからはこの2機に関わる厳選した小ネタ2個を見ていきましょう。最初は2機の隠し場所。実はデュエルブリッツとライトニングバスターはエターナルと共にプラントのアプリリウス市で秘密裏に保管されていたと考えられます。詳しく見ていきましょう。本編ではピンク色の高速戦艦エターナルにデュエルブリッツとライトニングバスターが配備されていました。ここでエターナルの登場シーンを見ると、プラントらしき構造物にハイテンションストリングスのようなワイヤーで固定されていました。さて本編のエターナルにはプラント最高評議会議長ワルター・ドラメントやイザークの母親であるエザリア・ジュールなどプラントの高官が乗艦していましたね。そして本編では軍のクーデターから逃れて無事にエターナルまでたどり着いてる様子でした。このことからプラント最高評議会があるアプリリウス市にエターナルが秘密裏に固定され、有事の際の緊急脱出用で使用可能な状態だったことが推測できます。そもそもエターナルは300メートル級戦艦としては火力はそれなりですが、コズミックイラ世界の中でも有数の速さを誇るので、一時的に避難するためには最適の乗り物ですからね。まとめるとデュエルブリッツとライトニングバスターはエターナルと共に有事に備えてプラントのアプリリウス市に隠されていたと考えられます。最後に解説する小ネタはこの2機を回収した組織。結論から言うと、デュエルブリッツとライトニングバスターは有事に備えて秘密裏にザフトが主導しつつ、オーブと共に回収した機体だと考えられます。詳しく見ていきましょう。そもそもこの2機は型式番号の ZGMF からザフト製であるのは間違いないでしょう。ただし本編ではイミシンシーンも登場していました。それはファウンデーションによる攻撃からオーブを守る際に係が登場するシーン。このシーンでは、係がこのようなセリフを語っています。国土防衛司令発令。コンパスミレニアムエターナルと戦術リンクを確立。ここからオーブとプラントの間には何らかの約束事があり、オーブが危険にさらされた時には、コンパスだけではなく、エターナルも出動することになっている可能性があり得ます。また、エターナルには、プラント最高評議会議長、ワルター・ドラメントや、イザークの母親である、エザリア・ジュールなど、プラントの高官が乗艦し、破棄されたドアズにあるレジスタンスの補給基地へ、一時的に避難することが言及されていました。このことから、エターナルは、プラントとオーブが、共同で管理していることが推測できます。一方で、公式パンフレットのデュエルブリッツと、ライトニングバスターの解説には、秘密裏に回収、と書かれています。エターナルは、プラントとオーブが、共同で管理している可能性があるので、
この秘密裏という言葉の裏には、ザフトだけでなく、オーグも関わっているという意味を含んでいるのかもしれません。もしかすると、ザクオーリアと同じコクピットという意味には、プラントとオーグが、秘密裏に、この2機を回収する関係上、最新型のコクピットを採用できなかったという理由もあるかもしれません。また、プラント主導で、デュエルとバスターを回収していることから、もともと、この2機を所有していた、大西洋連邦も暗黙の了解で認知していた可能性もありえそうです。そして、デュエルブリッツとライトニングバスターの回収に、オーブが秘密裏に関わっているとすれば、おそらく国営企業、モルゲンレーテ社が大きく関わっているはずです。なぜなら、モルゲンレーテ社は、もともと2機の原型機である GATX シリーズの開発に携わっていたので、技術力やノウハウなどがあるはずですからね。さらに、スーパーハイペリオンのように、無理やりニュートロンジャマーキャンセラーを後付けすると、機体の暴走を招きかねません。このことから、デュエルブリッツとライトニングバスターの回収には、開発元のモルゲンレーテ社の協力が必要不可避だとも言えそうです。さらに、この2機の回収には、モルゲンレーテ社の技術者であるエリカ・シモンズが関わっていた可能性が高いと言えるでしょう。本編では、エリカが、ストライクフリーダムガンダム2式、インフィニットジャスティスガンダム2式、デスティニーガンダムスペック2について、性能評価実験に使っていた、駆動系と武装は昔のままだけど、コントロール系は、最新型に換装した、という旨を語っていました。ここから、ストフリ2式や、インジャ2式など、核駆動で動いている可能性が高い、モビルスーツ3機の知見があると見て取れるので、同じく核動力で動く、デュエルブリッツと、ライトニングバスターの回収にも関わっていると、推測できるからです。さらに、性能評価実験に使っていたとのことなので、もしかすると、核動力のストフリ、2式、インジャ2式、デスティニースペック2と、デュエルブリッツ、ライトニングバスターを、性能評価していた可能性がありそうです。まとめると、デュエルブリッツとライトニングバスターは、有事に備えて、秘密裏にザフトが主導しつつ、オーブのモルゲンレーテ社と共同で回収し、さらにエリカも関わっていた可能性があると言えそうです。以上が、デュエルブリッツとライトニングバスターの徹底解説考察でした。この2機に込められた、イザークとディアッカの強い思いに、本編を見ていて、私は思わず泣いちゃいました。皆さんは、デュエルブリッツとライトニングバスターについて、どう思いますか？ぜひ皆さんのご意見や感想をコメント欄で聞かせてくださいね。最後の最後に余談ですが、福田監督の X 曰く、公式ドラマ CD で言及されていたイザークの婚約者がようやく見つかった模様。ぜひ歴戦のシードファンの皆さんはエザリアさんとシホのシーンにも注目してみてください。このチャンネルではガンダムや他の SF 作品を徹底解説考察しています。よかったらチャンネル登録お願いします。それでは次の SF でお会いしましょう。